三塁側はかつての名門秀英高校。エリートと雑草の混成部隊はかつての輝きを取り戻せるか。さあパワフェスチャレンジャーズ対秀英高校、激闘が予想される第3回戦。先に駒を進めるのはどちらか。いざプレイボール。特設高校待ち構える初戦の相手とこの大空で相まみえる。いきなり注目チームの激突となりました。どちらが初戦突破なるか。両ウィング熱い勝負の準備は万端だ。パワフルフェスティバルワールドフライト、いよいよ開幕。テイクオフ。白道高校対するは北海道オオカミこと北斗八雲率いる白道高校。寒さを吹き飛ばす熱い男が登場。さあアバフェスチャレンジャーズ対白道高校第2回戦の模様を私熱森宗敦が熱く熱くお届けいたします。 SG 高校待ち構える初戦の相手とこの大空で相まみえる。いきなり注目チームの激突となりました。どちらが初戦突破なるか。両ウィング熱い勝負の準備は万端だ。パワフルフェスティバルワールドフライト。大津高校対するは攻撃重視の大砲揃いと思いきや、キャプテンは小粒ながらもピリリと辛い大津高校。さあパワフェスチャレンジャーズ対大津高校第2回戦の模様を私熱森宗敦が熱く熱くお届けいたします。太平楽高校対するはお気楽がモットーだった太平楽高校。派閥争いを乗り越え強豪校に生まれ変わって登場。さあパワフェスチャレンジャーズ対太平楽高校、エキサイティングなバトルが予想される2回戦を私熱森がお送りいたします。グレインマッスル高校そして立ちはだかるは筋肉の壁。脳筋だらけの思いきや意外な頭脳も合わせ持つビビッとひらめきブレインマッスル高校。さあパワフェスチャレンジャーズ対ブレインマッスル高校、激闘が予想される第3回戦。先に駒を進めるのはどちらか。いざプレイボール。ダン&ジョン高校待ち構える初戦の相手とこの大空で相まみえる。さあ両チームブリーフィングを終えてベンチ前。パワフルフェスティバルワールドフライト、いよいよ開幕。テイクオフ。バンク高校さあそして対する三塁側は何やら異国情緒漂う奇抜なメンバーがお出迎え。一体どこから来たのか。バンク高校の登場です。さあパワフェスチャレンジャーズ対バンク高校第3回戦、このアスコリがマイクに熱い思いをぶちまけお届けいたします。天空中央高校対する三塁側はキャプテン西谷誠率いる天空中央高校。鮮やかに勝利の虹を描けるか。さあ勢いに乗るパワフェスチャレンジャーズか、あるいは天空中央高校がこれを撃破するのか。真の底力を思う存分ぶつけていただきたい。さあプレイボールです。白洲水産高校対する三塁側は妄想を重ねて力をつけたという面々ですが、これはまだ海釣りの妄想の定かにいるのか。力を合わせて大物を勝利を釣り上げるぞ。白洲水産高校さあパワフェスチャレンジャーズ対白洲水産高校、エキサイティングなバトルが予想される2回戦を私熱森がお送りいたします。メカニクス産業高校そして三塁側ではキャプテン千賀が気合を入れております。あっとここでトラブル発生。感電しちゃってます。ビリビリしちゃってます。揉めちゃってます。
後ろでイライラしちゃってます。こんな調子で大丈夫？メカニクス産業高校、さあパワフェスチャレンジャーズ対メカニクス産業高校、いきなり注目チームの激突となりました。どちらが初戦突破なるか、プレイボールです。明鏡高校、そして三塁側では楽しげな音楽が聞こえてきます。試合でもこの息の合ったプレーを見せてくれるのでしょうか。明鏡高校、さあパワフェスチャレンジャーズ対明鏡高校、いきなり注目チームの激突となりました。どちらが初戦突破なるか、プレイボールです。県高高校、対する三塁側ではキャプテンのアーサーを筆頭に騎士たちが高々とバットを上げております。遠卓高校、優勝への誓いだ。さあ勢いに乗るパワフェスチャレンジャーズか、あるいは遠卓高校が栄光を手にするのか。真の底力を思う存分ぶつけていただきたい。さあプレイボールです。エビル高校、そして待ち構えるのは無名から一気に名を上げた謎多きエビル高校。ミステリアスな雰囲気を漂わせる中、キャプテンヤビノの目が怪しく輝きます。さあパワフェスチャレンジャーズ対エビル高校、栄えある決勝戦に進むのはどちらか、世紀の一戦を力の限りお届けいたします。ナントル辺境、なんと大きな爆発とともにトロッコに乗って飛び出してきたのは三塁側マンドル高校。宝石を降らせ、なんとも派手な登場だ。さあパワフェスチャレンジャーズ対マントル辺境高校、激闘が予想される第3回戦、先に駒を進めるのはどちらか、いざプレイ。フリート高校、三塁側船長兼理事長兼監督兼守護神と肩書き盛りだくさんのオクタビアにチームメイトが見事な敬礼を披露しております。号令とともにフリート高校いざ出航。さあパワフェスチャレンジャーズ対フリート高校、第2回戦の模様を私熱森宗敦が熱く熱くお届けいたします。ガールズチャレンジャーズ、対する三塁側では円陣を組んで今まさに団結を深めているようです。おや、一人足りないような、あ、遅れてやってきました。今大会で活躍し女子野球に新たな風を巻き起こせるか、ガールズチャレンジャー。さあパワフェスチャレンジャーズ対ガールズチャレンジャーズ、第2回戦の模様を私熱森宗敦が熱く熱くお届けいたします。プロ野球レジェンズ対プロ野球レジェンズ、皆様も歴史の証人になっていただきましょう。いざプレイボールです。アナザーチャレンジャーズ、さあそして対するは運営が送り出したチャレンジャーズの公式ライバル、友情のコンビネーションをとくとご覧あれ。ふん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 、その名もアナザーチャレンジャーズ。さあパワフェスチャレンジャーズ対アナザーチャレンジャーズ第3回戦、この熱盛がマイクに熱い思いをぶちまけお届けいたします。ラガマサイダンアンダー22、対するは驚異の軍団が謎のお嬢様のもとに勢ぞろい、そして突撃ラガマサイダンアンダー22、足並み揃ってない。さあパワフェスチャレンジャーズ対ワガマサイダンアンダー22、激闘が予想される第3回戦、先に駒を進めるのはどちらか、いざプレイボール。スタジアムパワーフェース1で世界を回り、一路ギリシャを目指す旅、ついに来た3回戦、
そしてスカイアリーナのフィールドも大回転。風向きがパワフェスの野球が展望を遂げようとしております。決着の時がやってまいりました。いよいよ最高の称号をかけて両雄激突です。